はいみなさんこんにちはカメラ部 TV のダイです。今日は少し混沌としてきたカメラ業界に思うところを話してみたいなと思います。半導体不足もあって新製品が出てもいきなり半年待ちなんてザラですよね。中古市場でも軒並み商品がなくなっている始末です。これは何を物語っているかがポイントだと思っています。 つまりカメラの需要はまだ健全な状態にあると思うわけです。もちろん市場そのものがデジカメ最盛期の2010年頃に比べればはるかに縮小していることは事実です。では実際に数字を見ながらこのあたりを復習しながら読み解いてみましょう。これはシパ発表の生産出荷データでデジカメ絶好調だった2008年からデジカメ 全体の生産数と金額をグラフ化したものです。ですから一眼もコンパクトも全て入っています。データでじっくり見ることがない方には衝撃的かと思いますが、これを見ると2008年のカメラ生産台数というのは1億2000万台に迫ってるんですね。販売金額は1兆8000億円にも迫っています。ところが、 13年後の2021年には、台数で15分の1の800万台、金額ベースでも6分の1程度の3200億円にまで押し込んでいます。この2008年ですけども、リーマンショックがあった年なんですね。それを踏まえると、もしあれがなければ、もっともっと台数は伸びていたということが言えます。 さて、2008年当時、私はまだ業界にいましたけども、作れば作っただけ売れるという状況でしたね。とにかく会社はバカみたいに儲かってました。当時、大手デジカメメーカーというのは、まあ、パナソニックさん、ソニーさん、キャノンさん、オリンパスさん、カシオさん、フジフィルムさん、ニコンさん、ペンタックスさんといった、大体8社ぐらいでしたから、2021年の台数と金額を考えれば、 現在では一社分相当しか需要がないと言えます。まあ、淘汰されて当然です。ですから、2013年に富士フィルムさん、2014年にオリンパスさんがコンパクトデジカメの縮小を発表しました。 そして今年ですが、パナソニックさんとニコンさんもコンパクトデジカメの新規開発縮小を発表しました。成功はしていませんけども、サムソンさんは2015年に完全撤退しましたね。このグラフにコンパクトデジカメの状況も重ねてみましょう。デジカメ最盛期ではデジカメ総数の9割がコンパクトデジカメだったことがわかります。 2016年にはデジタル一眼と台数ベースで半々になっています。これだけコンパクトデジカメが衰退した要因は皆さんご存知の通りスマホによる置き換えです。このグラフにスマホの販売台数のグラフを重ねてみます。特に iPhone6 が発売された2010年を境にして一気にスマホの販売が伸びています。この2010年は iPhone6 だけじゃなしに Android 機種も多数販売された年になります。これを見るとよくわかりますが、スマホ売れ行きとコンパクトデジカメの生産台数がほぼ半比例しています。つまりスマホに市場を奪われたということが顕著にわかるデータですね。ではデジタル一眼はどうなのかですが、デジカメ全体のグラフにデジタル一眼の内訳を書いてみましょう。 コンデジの減りが大きすぎてデジタル一眼はあまり変わっていないように見えますのでデジタル一眼だけ抜き出しをします2012年からシパの統計データは一眼レフとミラーレスも分類してくれましたので合わせてミラーレスのグラフも書いてみましたこれを見るとわかるように2012年に一時期デジタル一眼が伸びているのはミラーレスの貢献が大きかったというわけですね また、デジカメ全体で見ると、あまり変化ないように見えたデジタル一眼なんですけども、2012年の最盛期に比べると、生産台数は4分の1程度、金額で2分の1以下になっています。ひどい状態ではあるものの、コンデジよりははるかにマシですよね。なので、どのメーカーもミラーレスに注力するのは当たり前と言えます。 だがしかし、もう一度デジカメの生産台数とスマホの販売台数のグラフを見てみますと、2016年からスマホの売れ行きっていうのは横ばいに転じています。もう頭打ちしてるんですね。スマホはどちらかというと、インフラの整っていない発展途上国の方が先行して普及しましたから、今後需要が伸びる要素はあまりないと言えます。 つまり、スマホに加えたコンデジの市場縮小も本来下げ止まりすべき状況になっていると言えなくもないですね。しかし現実にはまだ縮小傾向が止まりません。では、なぜだろうということで、現在、カタログに残っている機種をメーカーごとに見てみます。これが一覧ですが、ディスコンしないソニーさんが14機種残っていて、なんと10年前の機種がまだ販売されています。 それでも最新機種は2020年の6月発売で既に2年経過しているんですね。次に多いのがルミックスさんで8機種残っています。こちらの最新機種は2019年3月ですんで3年以上経過していますね。リコーさんも8機種残っていますがちょっと事情が違いそうなので最後にお話します。次にニコンさんですがなんと2機種しか残っていません。 それもブリーチカメラだけで最新機種は2020年の2月発売です。そして富士フイルムさん、オリンパスさんは1機種しかカタログには載っていません。いずれも2019年発売の機種でもう3年以上経過しています。あれだけコンパクトデジカメで他社を凌駕していたメーカーさんがこのありさまです。 デジカメ最盛期にはこの各社は年間10機種前後の新機種を新発売していたのですから寂しい限りですね。こういう状況ですからお客様がコンパクトデジカメを選ぼうと思っても新しくても3年前程度の機種になってしまいますしメーカーも限られてしまっているわけです。お客様からすれば毎年新機種が出るスマホの買い替えに走るのも無理はないですよね。 さて、このコンパクトデジカメの状況を見て何が言えるかですけども、3つの要因を挙げれると思います。1つ目、会社の体力。つまり、開発投資できるだけの資金とマンパワーがあるかどうかです。コンパクトカメラといえど、エンジンやセンサーもありますから、開発投資は莫大に必要になります。 開発にはレンズも先陣もセンサーも既存のものを使うとしても、まあ私の経験で最短で7ヶ月必要でした。その間の開発費、人件費は持ち出しですから、体力がないとできるわけがないですよね。そして二つ目、イノベーションの創出力です。カメラの歴史を紐解くと市場が活性化するのは必ず新しいイノベーションが生まれた時です。 このイノベーションを創出できない限り生き残れないと思った方がいいでしょう。三つ目、コンパクトデジカメへの思い入れ。これはしがみつくという意味ではありません。ユーザーと同じ視点で機種や機能、性能を考えることができて、どういう商品を提供したいかという思いを上層部が持っているかということです。開発者、設計者が思いを持っているのは当たり前ですから、 上層層部経営層が思いがいなければ意味はありません。ここでリコーさんがある意味良い例を示していると思います。機種を見ると固定ファンを抱える GR2 機種、そしてヘビーデューティー機5機種が健在ですし、なんと今年2022年度に新機種が出ています。これはなぜかですが、一つに360度カメラシータの成功が挙げられます。 つまり新しいイノベーションとして創出することで一定の需要を喚起しました。ここで新事業として体力増強に貢献していますね。その成功を糧に固定ファンが多く、効果でも一定数見込める GR の開発投資が可能になります。さらにフィルム時代にコニカさんが現場監督というブランド名で築いたヘビーデューティー系の系統と開発投資が可能になったわけですね。 このヘビーデューティー機や水中カメラっていうのはもうフィルム時代から必ず一定数の需要があるんですね。ですから富士フ,ジフィルムさんと、えー、オリンパスさんで残っている一機種もヘビーデューティー機なんです。つまりリコーさんはイノベーションを起こして過去の歴史から自身の守るべき市場、攻めるべき市場を明確にして決して大きくはないんですが事業を展開して維持している。 また、それができるリコーさんには体力もあったと言えそうですね。そういう意味で言うと、キャノンさんはインスピックレックですか。で、新しい需要という視点で模索しました。残念ながら成功はしていないんですけども、キャノンさんのことですから、次の手は仕込んでいることでしょう。そして、ソニーさんは VlogCAM で一定の成功をしましたね。まあ、言い方悪いですけども、体力に物を言わせた機種の継続も図っています。 ただ、ディスコンせずに継続できる機種展開をした企画は非常に参考になると思いますね。この2社のように考えてるぞという姿勢は大切だと思います。夢を与えてくれます。また、各社が撤退していくとコンデジの選択肢がほぼなくなってしまいますよね。結果的に体力のあるメーカーが残り服を美味しくいただくことになってしまいます。前半で言いましたが、 スマホが頭打ちしている状況ですから今こそ何をしなければいけないかを各メーカー独自の色を示して新しい技術革新をする絶好のタイミングと言えるんじゃないかなと思いますそんな中でパナソニックさんとニコンさんが開発縮小をわざわざ発表してましたねこれまでのお話でわかると思いますのでこれ以上言いませんが残念というかそれでいいのっていう感じです 特に業界2位の機種数を現行機種としているルミックさんがわざわざ言うことかなというふうには思いました今マーケティング的に言わないと示しがつかないかもしれませんけどもそれ言ってユーザーに何のメリットもないですよねとにかくカメラ業界は今が正念場です体力はなかなかどうしようもないところはあるんですけどもイノベーションと思い入れ勝負です 各社耐え抜いてほしいと心から思っています。というわけで今日は取り留めのない話ですが、えー、カメラ業界、カメラ市場について思うところを話してみました。では今日はこれぐらいにしたいと思います。バイバイ。